材質というか、あの重なったんだよね。あそこと一緒だよね。確かに昔からちょっと怖い、怖いことは怖いっていうか、まあ、ここが昔第二次世界大戦の時とかに防空壕として使われたんじゃないかとか、それは本当、それは使われたの。あ、本当なんですね。あ、なんかね、はい、どうも。どうも、 MS レッドカーペット水木です。本当です。本日は、はい、神奈川県にある大原隧道にやってきました。イエイ。ここはですね、決して使われてないトンネルとかではなく、はい、今現在も、全然人が行き来するように利用されているトンネルになっていて、はい、で、まあ、一説によるとトンネル内で子どもの霊が見えるとか、うん、第二次世界大戦の前に作られてて、その時に防空壕として利用されたとか、その時置き場として利用されたんじゃないかって言われてます。へー。そんな感じで、はい、神奈川県にある大原隧道行ってみよう。 GO! 飛び出せ MS ライトガーデン。このレンガのこの積み方自体は、うん、フランス積みっていう積み方で、この長いちっちゃい長い長いちっちゃい長いって、これでこう積んでってるのがフランス積み、うん、でこのちっこいのだけでこうずっと積んでってるのは小口積みってやつかな。長いのだけでずっとこうもし積んでたらそれは長手積み、で逆にこの長いので1列、ちっちゃいので1列、また長いので1列っていう、こう順番に長さを変えて積んでるやつは、イギリス積みっていうらしいですよ。4種類ぐらい、まあ、大きく分けたらあって、まあ、これはだからフランス積みっていう、うん、まあ、ちょっとした豆知識、うん、意外とレンガの積み方見た時にパッと見一緒だから、うん、よく見てその辺ちょっと知れるのも楽しいかもしれない、うん、確かに、まあ、そんな感じで入りますか。はい、失礼します。失礼します。失礼します。ここ自体が全長254メートル。うん、長っ。だから、入り口の時点ですんごい風で、うん、確かに風がすごいよね。すごい。このトンネルの材質というか、あの重なトンネルだっけ、あ、あそこと一緒だよね。確かに、風がすごいね。すごい風。なんか材質的には亜鉛っぽいね。亜鉛だね。やっぱその時代でやってたね。あそこの小様トンネルもさっき言ってたけど、うん、もしかしたらちっちゃいの作るのこっちの方が頑丈なのかも。確かにこの天井の辺が届いちゃうぐらいだもんね。されて色とかで結集してる感じもないし、うん、まあ、でもちゃんと補修で入ってるね、うん、この辺は新しいもんね。うん、確かに。まあね、多分1年に 1,2 回はちゃんと整備してるんじゃないかな。そうだよね、こんだけ使われてて雑にはできないよね。神奈川ってそもそも山のところにこう、ね、坂道多いからね、うん、町並み自体が、うん、だからこういう風なトンネルは多い気がする。橋とかトンネルとか多くない？あ、多いかも。確かにイメージ的にね、うん、実際数字としたらどうかわかんないけど、これこう映せる、こっち映るかな。この254メーターもあるから、うん、結構ね、入ってきてる人とか外側にいる人の影がめっちゃこう、なんつうんだろう、このトンネル内にあるようには見えやすい。確かに、映像だとわかるかな。
映像だとちょっと厳しいかもしれないけど、これ電気ついてて夜見たらスッて見えたらなんかってなるよね。確かにこの距離感とちょっとこう言われてる噂にはこう結びつきやすい気がするね。わかんないけど、黒い塊に見える。そう見間違い説ありますね。すげえ単純なでも本当にこの長さはね、そう見えるんだよね。今までのトンネルとかだとあんまわかんないけど、やっぱ抜けてるし。終わりました。お邪魔しました。大原ずいと。今ちょうどさ、うちらが入ってきたのと逆で風吹いてるから、ここに出すとちょっと動く。風が吹く。あ、本当だ。その辺から風が。本当だ。吸い込まれるように。あ、違う。違いますよ。ここと一歩下がったところと違うわ。全然。わーって入ってってる。あ、本当だ。全然違うよね。全然違う。そこの一歩で。ね。全然違う。だから吸い込まれる感じがまたこう、そういうのをこう、思わせるのかね。って感じなので、はい、一応ここに、あずま隧道っていう姉妹トンネルみたいなのもあるので、そっちはまあ、車が通れるようになってるので、まあ、ちょっと中通れるかどうかわかんないんですけど、ちょっとそっちも一応見に行ってみましょう。はい。はい。飛び出せ、アメスレッドガーデン。同じだね、外側の作りは。ね、そうだね。同じフランス積みのレンガで。ちょっと補修ありですね。補修ありですね。うん、これ中は全然違うんだね、コンクリートで。ね。意外と車のところにしたらすれ違いするにはちょっと幅狭くない？確かに。まあ、ここも姉妹としてありますよっていう。うん、まあ、ここ自体はそんな言われてないので、うん。この歩道をよくみんな通ってるっていうか。確かに。まあ、そういう。ほぼ歩道ないけど、うん、ここ自体はこんな感じですね、うん、また一回、大原隧道の方に戻って、あの周辺の人たちに少しお話し聞いていきたいと思います。はい、はい、お願いします。ちょっと聞きたいことあって、あそこがこうちょっとこう夜行くと心霊スポットみたいに言われてて。ないと思うけどな。あ、本当ですか。そういう噂って実際聞いたことある？聞いたことない。あ、聞いたことない。あの映画の撮影ですけどね。あのテレビでもコマーシャルでなんかチラッチラッとは。あとなんか過去に防空壕でアンチ場みたいな扱いもされてたみたいな。いや、それもそんな聞いたことない。あ、そうなんですか、うん、だって防空壕らしいもんできないじゃん。あれ水道のパイプが、水道管が太いの入ってる。ああ、そうなんですか、うん、ありがとうございました。ありがとうございます。すいません、突然声かけてしまって。僕らちょっと YouTube のネットのチャンネルやってまして、僕らいつも番組でその近くにいる人との会話を少しこの使わせていただいてもいいですか。あ、いいですね。あと心霊スポットだとかって言われてるんですけども、なんか聞いたことってありますか。いや、ないですね。はあ、今までこうお話聞かせていただいた人たちが結構話聞いたことないっていう人がほとんどだったんですよ。なんでネットに上がってるのかなみたいなちょっと。ただだから薄暗くて、だからあれだから出てもおかしくないんじゃないのっていう噂じゃないんですか。ああ、そのレベルのってことか。はい、まあ、確かに昔からちょっと怖いことは怖いっていうか、長いんでね、暗くても。でも昔に比べてちょっと電気がついたんで。あ、昔なかったんですか。昔もちょっと薄暗くてちょっと気味悪かったですね。電気がこう明るくなり始めたのもそんなに古い話じゃないんですか。そうですね、10年ぐらいですね。すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。すみません、急に声かけたの。申し訳ないです。ありがとうございます。ワウ！ワウ！こんにちは。こんにちは。ちょっとお話し聞きたいことあって、実際お父さんの耳に今までこう心霊スポットで幽霊がどうこうとかみたいな話って聞いたことあります？ない。やっぱないんですね。なんかここが昔第二次世界大戦の時とかに、防空壕として使われたんじゃないかとか、それは使われたの。あ、本当なんですね。なんかね、防空壕というよりなんか貯蔵してたね。貯蔵っていうのは、あの食料品の。なるほど。なんかいっぱい食料品が入ってた。なるほど。人がここで避難したとかっていうのは、ないですね。あ、それはないんだ。その防空壕の
この破線の噂で安置されてたみたいな。あ、それもない、うん、このトンネルを過ぎてちょっと下がったところに B29 が起こった、うん、横浜大空襲。いやいや、あれは大空襲じゃなかったね。明け方だった。あ、そうなんですね。 B29 が一気に燃えながら飛んできて起こった。このトンネルのちょっと下に京浜急行が走ってるんでしょ、はい、あのたもとへ起こったんですよ。横浜空襲っていうのはここだけはなんか免れてるんですよね、うん、私はね今90なんだよ。もうあの空襲の時は15、16ぐらいだったな。じゃあもう経験してらっしゃる、ね、その頃のここの風景は見てるんですよ、うん、ここはもう全然人が通らないし、うん、軍が来てみんなあの缶詰から、ね、はい、貯蔵してっちゃった、はい、あ、じゃあそもそも人が入ること自体ができてなかったんですか。じゃあその前は戦前は通ってましたよ。ああ、なるほど、ね、私なんか子供自分ここら辺で遊んでたんだから。あ、その当時の目で見たお話を聞けるっていうのがすごい貴重なお話だと思うんで。私は昭和5年生まれでね、はい、7月頃来たんですけどね、はい、もうその時このトンネルありましたよ。この公園はなかった。あ、そうなんです、ね、畑を直してあの公園にしたんですよ。あのちょっと話脱線しちゃうんですけど、お父さんが、まあ、戦争前とかの、 その子供時代の頃にもやっぱここってお化け出るんだよみたいな話で盛り上がることってあったんですか。あったにあったけどね。あったんです、まあ、実際に見たこともないし噂だけですね。そういうなんか盛り上がりはあったんですか、うんうん、でここ自体ではあんまこう心霊の話は聞かないと。聞いたことないね。寂しいとこだったんですよ。今こう人が公園があるからね、うん、出入りするけど。確かに周りが全部自然で畑でここにポツンとトンネルあったら確かに。そうそう、うん、ちょっと今とはだいぶ最初の印象が違うかもしれないですね。うん、うちもないしね。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、聞き込み終了しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。結果から言うと、当時戦争の時には貯蔵庫として使われてて、貯蔵庫自体が立ち入り禁止された上で使われてたってことだったので、うん、そこに人自体がこう出入りするような場所にはなってなかったってはっきりと言ってたんで、うん、まあないかなと、うん、思います。しかもそれがね、目で見たことの話だったっていうのが、うん、貴重だし、めちゃめちゃ貴重ですね、うん、鳥肌だったもんね、うん、なんか感動した話が聞けて。確かに最初そんなに年齢いってる方と思わなかったんで、うんうん、めちゃめちゃ元気な方だった、うん、あとあれかね、やっぱこの水木がさ途中で言ってたけど、トンネルの中のこう影っぽくこう黒い影みたいに見えるって言ってたじゃん、うんうん、やっぱそれプラスにやっぱ近くに学校があったりとかして、ちょっとその立地的にも好きに誰かがそんなことをつぶやいたらちょっと広まりそうっちゃ広まりそうだよね。確かに、あそこ出るらしいよとかね、環境ではあるんですよね。環境ではあるかもしれない、うん、一概には言えないけど、本当に学校の近くっていうのは噂広まる確率高いんで、僕らの経験上、うん、そうそうね、うん、広まるところに学校ありみたいなのがあるもんね、うん、で意外としかも僕らもその今ネットで上がってるここ何年何十年だと何年の話とかで、あ、新スポなんだと思って調査しに来たんですけど、うん、割とね、その僕ら今回は若い子じゃなくてやっぱ昔の話なんで、なるべく年齢いってる方をこうターゲットに話聞いてたんだけど、うん、心霊スポットとして知ってる人がめっちゃいなかった、うん、本当に、あ、え、新スポって呼ばれてんのぐらいのノリだったし、うんうん、見た目の素晴らしさを利用したPV 撮影とか、うん、まあね、探偵ものとかサスペンスものとかのロケでも使われてたりもしたらしいんですけど、うん、割とそっちの情報の方が多かった。そうだね、そうだね。本当当時を知ってる方の話を聞けたというのはすごく貴重な部位になったんではないでしょうか。はい、めちゃくちゃ貴重なのを見れてると思いますよ、うん、逆に言えばそんな昔から、まあ、作られて、まあ、もちろん途中で綺麗にされたりいろいろ補修もされてる中でずっと使われてるっていうのは少し感動しますよね。うん、廃れていくんじゃなくて、うん、本当に必要な場所だったんだという感じで、戦争でも、ね、活躍したと言ったら変だけど、うん、利用されてるし、うんうん、すごくいい場所なんじゃないかなと思います。はい、
でもそんな、まあくまでね、僕らその時聞いた人と出会った方の話を聞かせていただいて、僕らの見解をするという番組になっていますので、はい、その辺よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまあそんな感じで、はい、はい、本日も動画見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひ次の動画もよろしくお願いします。お願いします。コメントとグッドボタン、チャンネル登録もお願いします。お願いします。じゃあそんな感じで、はい、じゃあね。ドラゴンロングサイ MS レッドカーペット Still burning up, burning up. あの夕日みたく燃やしたい。でもまだ遠いみたい。どうにか届くようにまた burning up. うまい。あたい。あっちゃい。めちゃめちゃ。お店までしょうか。はい、いいですか。あ、もうでかこれ。なんか蜂蜜、蜂蜜を伸ばしたやつですね。すごいね、竜のひで。おう、タレどう。1万6千本でつながれる想像を超えた神秘のお菓子が登場。不思議な食感。うん、めちゃくちゃくっつく口に。裏側ですね。見てどこでもドアじゃん。本当だね。どこでもドアじゃん。これでどこでも行けるね。どこでも。すげえすげえ。なんだっけ、これ完全にイメージしてるね。どこでもドアだね。完全にイメージしてる。お清めします。挨拶大事だしね。中のね、本堂はちょっと映せないけど、うん、外はいいって言われたんで、許可取ったんだ。方式が違うからすごいな。なんか清められてる感じがすごいする。確かに。勉強になるしね。うん。あれ、聞いた？聞きました。何番？21でしょ。おう、そう。20。無理。やってよかった。一歩下がってから動くといい。焦らないで。うん、何番？3です。いいじゃん。21、なんかあるの？違う、もうこれで番号言ってくれればあなたのパワーがわかるの。へぇ、ね。ね。悪いではない。無理、あの、だって焦らないで。そうすると少し、だいたい2、3ヶ月のことを言ってるもんね。うん、どんどん良くなるから。うん、21と3はいいんですか？いい。で、いい時は、できるだけ、ほら、こうならないように、保つように努力するの。なるほど。だから、これ、占いより効くのよ、ここの。待ってね。こうやってね、羽ばたくように、羽を広げられるように。こうやって持って。同じだったものとは思えない。本当だね。はい。何も入れて、スースーと入れて、はい。折って入れて、折って入れて。折って入れるらしい。お願いします。失礼しました。羽ばたける気がするね。横浜中華街に来ないとできないから、ね。うん。一回やっといた方がいいね。やっといた方がいい。気持ちは変わるかもしれない。うん、なんだろう。あそこまでこう丁寧に教えてくれるから、お母さんが。うん、ああいうとこもいいんですよ。うん、赤レンガにも来ました。イエイ。ついでにこれが何式か見よう。うん、ロングロングロングに細かい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 ながらイギリス済みでございます。うん、分かりやすいね。分かりやすい。小口と長手がね。
素晴らしいね。綺麗だね。ロマンチックな気分になる。デートしたくなる。カップルが感じる。カップル横浜最高。お疲れかわいい。うまい、うまい。何飲んでんの？レモネード。うまい。コーラ。いただきます。うまそうだよ。いや、うまそう。やばくない？じゃあ、オニオンつけます。これ二度漬け禁止でしょ。あ、うまい。美味しい。うまいよな。見て後ろ。うまっ。わあ、観覧車のカラーも変わった。実は横浜どうですか？いや、いいとこだね、うん、マジで。横浜ぜひ、やっぱ観光スポットだね、うん。低かった。いいね、横浜ね。完全デートスポット。これそんな感じで。じゃあね。